今年7月の大相撲名古屋場所で見事十両初優勝を果たした須賀川市出身の力士白熊関。8月に行われた祝賀会では須賀川市の火祭り松明明をデザインした化粧回しも贈られ、初の幕内力士誕生に地元も応援ムードに包まれました。先月千秋楽を迎えた大相撲秋場所は足の怪我のため休場することになりましたが、地元では応援グルメが誕生し、今後の活躍に期待を寄せています。こちらは緑ヶ丘公園にある温浴施設、その施設内のレストランで人気を集めているのが、お待たせいたしました、白熊カツカレーです。わあ、かわいい。見てるとなんだか癒されますね。験担ぎのカツにちなんだカツカレー、その名も白熊カツカレーです。白米でかたどった白熊が両手を上げて声援を送っているようで、なんとも愛らしい。カツは化粧回しに見立てていて、福神漬けで松明明明の炎をイメージしているんだとか。白熊関が須賀川地元出身ということで、これは応援したいという気持ちを持ってですね、このメニューを考案させていただきました。注目の白熊カツカレー、そのお味は？スパイスの香りが広がります。でもすごくマイルドで、カツもサクサクで分厚いんですけれど、ジューシーで柔らかいです。甘めのルーとの相性もバッチリですね。スパイスがほのかに香るルーは、野菜と豚肉をじっくり煮込むことで子どもでも食べられるマイルドな味わいに。つぶらな瞳や表情は小さな海苔を組み合わせて表現しています。また同じ敷地内にあるジェードグリーンカフェでは、バニラアイスを浮かべた白熊マンゴーセーキと白熊アイスコーヒーも販売されているということです。来場所は完全復活していただいて、また上を目指してですね、頑張っていただければと思います。11月の大相撲九州場所は来月10日に初日を迎える予定です。